遥か神話の時代、この世界は神々によって治められていた。神々は地上をめぐって幾度も戦いを繰り広げていたという。神々の熱き戦いにおいて地上を治める戦いの女神アテナを常に守り、地上を脅かす存在と戦い続けた少年たち。彼らは希望の闘士、セイントと呼ばれた。そして現代、来るべき聖戦のためにアテナの化身が降臨する。だが虚構の弟アーレスはアテナの化身を殺害しようとする。しかしアテナ殺害は寸前のところで、次期虚構候補であるサジタリアスのゴールドセインとアイオロスによって阻止される。アイオロスはアテナを守るべくサンクチュアリ脱出を決意するが、アーレスの策略により反逆者の汚名を着せられてしまう。アイオロスへの追撃は熾烈を極めたが、かろうじてサンクチュアリ脱出まであとわずかのところまでたどり着く。その時アイオロスの前にゴールドセイントが立ちふさがった。カプリコーンのゴールドセイントシュラである。死力を尽くし突破を試みるアイオロス。かろうじてシュラの追撃を退けサンクチュアリを脱出するも、この戦いで致命傷を負ってしまうのだった。手負いのアイオロスはサンクチュアリにほど近い神殿跡まで逃れるが、もはや彼の命の火は燃え尽きようとしていた。その時アイオロスはグラード財団総帥木戸光政と運命的な出会いを果たす。アイオロスは全てを光政に打ち明け、サジタリアスのゴールドクロス、そしてアテナを託すと、天命を全うしたかのように静かに息を引き取るのだった。アテナの成長と彼女を守るために集う真のセイントを信じて。そして13年の時が流れ、アテナの化身は光政の孫木戸沙織として成長する。時を同じく光政に見出され、世界各地で厳しい修行を終えた少年たちがセイントへと成長し、沙織のもとに集った。ギリシャよりペガサス聖夜、中国五老坊よりドラゴンシジリウ、シベリアよりキグナス氷河、アンドロメダ島よりアンドロメダシュン、デスクイーン島よりシュンの兄ペニコス一騎。アイオロスの意志を継ぎ、地上の平和とアテナを守るため。アテナの宿命を知った沙織は、悪に染まった教皇アーレスを浄化すべく、聖夜たちブロンズセイントと共にサンクチュアリへ向かう。だが強力な結界に守られた教皇の前へたどり着くためには、セイント最強を誇るゴールドセイントたちによって守護される行動12星座を象徴する12の宮殿を抜けていくしかない。教皇の前へ向かう沙織に、教皇の差し向けた刺客シルバーセイントサジッタのトレミーが不意をつき黄金の矢を放つ。黄金の矢は沙織を射抜き、ゆっくりと死へと誘うのだった。黄金の矢が彼女の心臓を貫くまで12時間、矢を抜くことができる唯一の人物教皇を沙織のもとへと連れてこなければならないのだ。急いアテナのセイントたち。くそ、とんだことになりやがったぜ。一刻も早く教皇のままでたどり着かねば。俺たちの中でたどり着くのが一人だけでもいい。その一人がお嬢さんを救い出すんだ。第一の級は白妖級、守護するゴールドセイント。ムー、ジャミールのムー。気をつけなさい、ゴールドセイントは君たちが考えている以上に強大です。
それはなぜか。それはコスモの神髄を極めているからです。コスモの神髄？究極のコスモの正体とは、人間の第六感を超えた第七感、セブンセンシズなのです。時間がない、行きなさい。肝に銘じておくのですよ。セインとの優劣はクロスで決まるものではありません。すべてはコスモ、自己のコスモをより燃焼し爆発させた者が勝つのです。第二の級金融級を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。アルデバランの前には流星剣が効かないばかりか、シリュウたちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように悠然と腕を組んだままのアルデバランは、ただ一人残る聖夜にとどめを刺すべく必殺技を放つのであった。ああ、言ったはずだ、この金牛球は通さんと。どうなっているんだ、奴は構えてもいないっていうのに。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野球だ。うん、うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや、もう一度喰らえ、グレートホーン。ゴールドセイントとの力の差がここまでかけ離れていると、せめて一死でも報いたい。でもどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さて、ついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。な、なんだこのコスモは。せいや、お前まだ。クレートホーンを封じるためにお前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。ふん、それが分かったからどうだというの。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。何、流星が変化した。まさか、まさかこれはビッグボン。信じられ、聖夜の剣がビッグバンを起こすと。まさか聖夜コスモの究極セブンセンシスに目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。何、レッドホーンの威力を止めただ、レートホーンを弾き返すと。聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン、約束通り。何、角をもらった。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせいよ。俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいよ。この金牛球は通してやる。だがこの先も
同じように行くと思ったら大間違いだぞ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。気がついたシリューたちと共に掃除宮へ向かったセイヤ。しかしそこにはセイントの姿はなく、その上出口も見つけられず、セイヤたちは迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。二手に分かれ出口を探すシュンとヒョウガの前に、突如としてジェミニのゴールドセイントが立ちふさがる。果敢にジェミニへと闘気を放つヒョウガだが、しかしその力は全て跳ね返され力尽きてしまう。そしてシュンはジェミニのセイントに対して攻撃を仕掛けるのだった。シュンがネビュラチェーンを敷きジェミニに対抗する一方で、セイヤとシリュウは、な、本当に抜け出られた。一体どうなっているんだ。セイヤ、お前は生地目が見えたために敵の作り出す幻影に翻弄されていたんだ。そうだったのか。この分では目の見える氷河とシュンたちは苦戦しているはず。大丈夫さ、あいつらなら必ず自力で抜け出てくるさ。そうだな。よし、次の巨階級を目指すぞ。堂々とネビュラチェーンの海を渡ってくるとは。チェーンも全く反応していない。チェーンが反応しないということは、この場に敵は存在しないということだ。ならば掃除球の不可解な迷路も存在しない。全ては幻覚。どこかにこの幻覚を作る敵がいるはずだ。だけど一体どこに。ブロンズセイントのお前たちには気づくわ。虫が神の存在を知る由もないように、さあ息を止めてやるぞ。ゴールドセイントの恐ろしさをとくと見ろ。何、誰だ。私の瞑想を邪魔した者。なんだ、恐ろしく挑戦的なこのコスモは。フェニックス、幻影が乱れた。そこが、行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。サンダーウェーブ。そいつが何光年彼方に隠れていようとも、必ず見つけ出して倒せ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。なんとか倒すことができたんだろうか。しかしあそこで幻影が乱れていなければ僕もどうなっていたか。兄さん、あの時感じたコスモは絶対兄さんだ。遠くから僕を守ってくれたんだね。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。このジェミニのクロス、なんと寂しそうなことだろう。まるで陰と陽の間で悲しんでいるように感じる。それにしても氷河は無事だろうか。ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今どこかに戻ってきているはずだ。安全な場所に戻されていればいいんだけど。氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントである老子が守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイントカミューであった。
氷河よ。私がこの無人の天秤球まで降りてきたのは、お前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのなら、この私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなど、この氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのかわかる。マーマの船が沈んでいく。海底の一番深いところへ。あそこに落ちてしまったら、もう誰も近づくことはできない。マーマ！マーマ！何も持たないこの氷河にとって、唯一残された大切なものだった。それをなぜ？黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったんだ。それが悔しければかかってくるんだ。いくらあなたであっても許せない。この程度でこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやる。何？両腕のパーツが水亀の形に。くらえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな氷河！シリュウ！セイヤ、お前も感じたか？ああ、氷河のコスモが一瞬大きく弾けて、その後完全に消えてしまった。まさか氷河の命が燃え尽きた。許せ氷河よ。お前がこれ以上進んでいったとしても、必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりは、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかったよ。最後にお前の棺を用意し、その氷の棺はいかなることがあっても溶け、お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てること。魂は天に昇っても、この無人の天秤球で永遠にさらばだ、氷河よ。コスモの消えた氷河の安否を気遣いながら、セイヤとシリュウは第4の球、巨海球へとたどり着く。死の匂いに満ち、壁や床に死人の顔が浮き出ている巨海球の異様な光景に困惑する2人。それはチャンサーのゴールドセイントとデスマスクの悪逆非道な殺戮がもたらした結果であった。そのセイントらしからぬ行為に激怒し、シリュウはデスマスクに対して惨然と勝負を挑むのであった。シリュウよ、これから貴様を確実に死の国へ叩き落としてやるぞ。この世持つ平坂からな。さらばだシリュウ。なんだこの鬱陶しい気は。何か祈りのような。しゅ、シュンレイ。
生の拳で！よせ、デスマスク！あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。俺は慈悲深い男なのだ。生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、シリューがゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは。一体今俺の血一滴までもが沸騰しているのだ。俺は竜の逆鱗に触れたのだ。ゴールドクロスのフットが自然に外れるとは。は足の骨が折れた。おそらくゴールドクロスの意志。クロスは正義のためだけのプロテクターだ。悪に染まったお前をクロス自身がゴールドセイントと認めなくなったということだ。うっやバカだ。キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。終わりだな、デスマスク。クロスがない今、お前はもはや丸裸も同然。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、このシリューの誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。バカめ、お前は俺を倒せる唯一のチャンスを無にしたのだぞ。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないかもしれない。だが悪を滅ぼす真のセイントならたとえ一瞬でも俺のコスモはゴールドセイントの息まで高められるはずだ。ならば俺も試すとしよう。死の国へ誘う赤色冥界波を死の国で使うとどうなるかをな。くらえ、赤色冥界波。な、何死の地獄ルーマ浮かび上がって。バカだ、この強大なコスモを。このシリューが究極まで高めたコスモで溺れ竜よ、天高くロザン昇竜だ。シリュー、シリュー、しっかり。まさかシリュー。あ、瞬間。あ、これはあれほど怨念のこもっていた無数の死に顔が消えている。そうか、デスマスクを倒したことでやっと成仏できたのか。あ、誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老子。春麗は無事なのですか。よかった、老子、ありがとうございました。あ、シリュー、君まさか目が見えるように。え、見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老子に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリー、よかったね。
きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。巨階級をシリュウに任せ、単身で四死球へと乗り込む聖夜。四死球を守るのは、かつて幼いアテナの命を救い反逆者として命を落としたアイオロスの弟、レオのゴールドセインとアイオリアだった。沙織をアテナと認め忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、四死球を通ろうとする聖夜に容赦のない一撃を叩き込む。その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。人知勇を兼ね備えたセイントの鏡のような男、アイオリア。だが今のアイオリアから感じるのはセイントの鏡どころか悪鬼。敵を殺すことしか考えていない悪鬼のようだ。死ね、セイヤ。待て、セイヤの命は誰にも渡さねえ。このカシオスがもらう。カシオスと言いたいところだが、事情が変わった。セイヤ、ここは俺が抑える。お前は早く先に行け。アイオリアは上皇の元老魔王剣にやられて洗脳された状態なのだ。元老魔王剣は犠牲者の前で人が一人死なないと解けない伝説の魔剣だ。なんだって。オッケー、カシオス、お前ごとき増票に用はない。うわぁ、どかぬ。あんたの目が覚めるまではならば死ね。な、何バカな。うわぁ、カシオス、なぜ。だから言っただろう、目の前で人一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え、その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとってそれは一番つらいことなんでな。別にお前のためにやったんじゃない。カシオス、俺にとっての女神とはその人のことなのだ。あ、じゃあするな。二人まとめてあの世に送ってやる。アイオリア、カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか。どうもよ、これで最後だ。タイトニングプラズマ。アイオリアの魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。アテナよ、コスモよ、俺に奇跡を与えてくれ。ただ一瞬でいい。俺のコスモよ、アイオリアの位まで高まってくれ。もう一度俺に光を見せてくれ。アイオリア、聖夜、俺は一体よかった、完全に元のアイオリアに戻ったんだな。カシオス、しっかりしろ、カシオス。今手当てしてやるからな。カシオス、カシオス、今度は星になってシャイナさんを守ってやるんだぞ。大丈夫か、セイヤ。セイヤ、
感謝する。お前の命、決して無駄にはしないぞ。アイオリア、カシオスを手厚く葬ってやってくれ。時間がないからな。俺たちは次の処女宮へ向かうぜ。待て、セイヤ。一つだけ教えてやる。絶対に釈迦の目を開かせるな。釈迦の目が開かれた時、その場にいる全ての者は生き絶えるのだ。第6の宮、処女宮ではバルモのゴールドセインと釈迦が待ち受けていた。セイヤ、シリュウ、シュンの3人は持っているコスモを最大限に燃やして釈迦に挑むが、その攻撃はことごとく通用しない。最も神に近い男釈迦との力の差は、セイヤたちが考えるよりもはるかに大きいものであったのだ。ブロンズセイントのガキたち、今から引導を渡してくれ。なんだあれは。釈迦の手の中、コスモ、コスモが、コスモが燃焼している。おお、変な光覚。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは、未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の罠。この釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるの、慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。お前はフェニックスの一騎か。俺の弟や共にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。バカだ。俺は幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったよ。天武降臨は完璧に定められた調和の取れた世界ゆえに、調和を乱す者を完全に葬る究極の先人。な、何？一騎、君の六感全て立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天武降臨。釈迦の目が開いた。腕が、足が、全ての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめて慈悲だ。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。兄さん、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第7巻究極のコスモセブンセンシズ。シャカ、今俺のコスモは六感を失ったことだ。
まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ社会、俺と10万億だとやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな、自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ神、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時、お前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。第7の級天秤級において、聖夜たちは氷の棺に閉じ込められている氷河を発見する。しかしゴールドセインと数人の力をもってしても破壊できないとされる神湯の棺を前にして、聖夜たちはなすすべがない。突如としてシリウの死、老子が所持するはずのライグラのゴールドクロスが出現した。スピア、ツインロッド、ソード、トリプルロッド、トンファー、シールドの6種類の武器となるライグラのクロスの力を借り、シリウは氷河を救うべく氷の棺に立ち向かう。この中から一つだけ氷を砕くのに適した武器を選ばなければならない。ライブラのクロスは星をも砕くと言われるゴールドセイントの武器。間違った武器を選んでしまったなら、氷の棺どころか中にいる氷河さえも粉々に砕いてしまうからな。よし、これを使わせていただきます、老子。このソードを、その中から救い出してやるぞ。そして再び俺たちの前に蘇れ、白鳥よ。氷河、しっかりして。氷河、体が氷のように冷たい。心臓も止まりかけているよ。早く何とかしなければ。二人は先に行って、もう時間がないよ。氷河は僕一人でも必ず助けるから。わかった。じゃあ俺たちは先へ行く。氷河のことは頼んだぞ、シュン。僕のコスモを最高点まで高め、その熱量によって凍りついた氷河の体温を上げられるはず。人を倒すためではなく、人を救うために燃やすコスモがあってもいいはずだ。僕の命に代えても必ず助けるからね、氷河。天活球に入った聖夜とシリウは、天秤球に残った旬のコスモが大きく弾けるのを感じた。氷河のため自らの命を犠牲にしようとする旬の思いに気づいた二人は、天秤級に引き返そうとする。しかし気性の激しいことで知られるスコーピオンのゴールドセインとミロが、自分の死後する旧への侵入者を見逃すはずもない。ミロの放ったスカーレットニードルは聖夜とシリウを一瞬のうちに倒してしまうのだった。他愛のないとは言うまい、この天活球まで登ってきただけでも褒めてやろう。だがブロンズセイントはこの二人の他にまだ何人かいたはずだが。バカな、お前はキムナスの氷河。氷河、蘇ったのか。ああ、シュンが自分の命を凍りついていた俺の体に
熱い命を吹き込んでくれた。さあ、立て二人とも。そしてみんなで強行のままで乗り込むぜ。夢だな。貴様たちが強行のままでたどり着くなど、所詮夢というのだ。くらえ、ディストレクション。俺たちにとって夢とは、決して不可能を意味する言葉じゃない。夢とは信じ、貫き通すものだ。何？この結晶は、カリツォ！ニノ、今度はお前が動けなくなる番だ。セイヤ、シリュウ、シュンを連れて先に行ってくれ。俺はミロを倒してから、お前たちの後を追う。よし、分かった。ここはお前に任せるぞ、ヒョウガ。だが死ぬなよ。少子な。この程度の結晶で、私の動きを完璧に封じ込めたつもりか。別に。ただ、聖夜たちが天活球を去るまで、おとなしくしてもらいたかっただけだ。よかろう。望み通り、このスコーピオンのミロが全力を持って相手をしてやる。その陶器ごとお前の体にシンクの針を突き刺してくれるわ。その前にこのキグナスの陶器によって倒れてもらうぞ。ミロ、前、白鳥、このシャクナ、受けろ赤い衝撃を。ダイヤモンドダスト！やった！ミロを凍りつかせたぞ。この程度の陶器では通用しないと言ったはず。それよりも自分の体を見てみろ。バカな、これはスカーレットニードルの奇跡。そうだ、そこから血とともに視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚、お前の五感全てが流れ落ち、やがてことごとく失われる。ならばその前に、ミロ、あなたを倒さねば。いい加減にしないか、キグナス。君には神湯の気持ちがわからんのか。神湯がわざわざ天秤球で君を氷の棺に閉じ込めたのは、君を死なせたくなかったからなのだぞ。神湯に免じて命だけは助け。見ろよ、この氷河にとって苦しくとも熱き血潮の兄弟たちと歩む今この時代に価値があるのだ。一人だけ能々と生き延びて何になる。ただ五感全て失われようと、この命尽きるまで戦いはやめん。神湯よ、命を落として戦うことこそがセイントとして生きた証ならば、俺は氷河にとどめを刺すことでそれに応えよう。それは俺が氷河を真のセイントと認めたからだ。よいな、神湯。さらば友よ、ダイヤモンドをダスト！ソニードルアンタレス！うわあ！氷河、君が望んだ通り正々堂々と戦って死ねて本望だろう。何？スコーピオン15の星が陶器となって打ち込まれている。これは俺がアンタレスを打ち込む間に急所である15の生命点を。クロスをまとっていなければ絶命していたのは俺の方だった。
生き死にの戦いには勝ったが、この勝負、俺の敗北だ。氷河は命尽きるその瞬間、このミロよりはるかにコスモを高めたのだ。意識を失っていながら、これ以上どこへ行こうとする。セリアたちのもとへか。それとも君たちが悪の化身として倒そうとしている教皇のもとへか。氷河、君は残された数分の命をあくまでも全身のために使おうというのか。ブロンズセイントたちが守る木戸沙織こそ本当のアテナなのか。だとしたら俺たちは今一度目の新王天をついた。これで止血とともに五感も少しは回復する。なぜ俺の命を助けた。見てみたくなったからよ。君たちがどこまで行けるのか。この戦いの行方をな。聖夜たちが陣馬宮への道を進む頃、アテナが密かに持ち込んでいたサジタリアスのゴールドクロスが突如光を放ち、陣馬宮へと飛び去った。共鳴する12体のゴールドクロス、育成層の時を超え、サンクチュアリに全てのゴールドクロスが結集した瞬間だった。聖夜たちは陣馬宮を見上げ、束の間戦いの始まりとなった13年前の事件に思いを馳せる。しかし刻一刻と消えゆく日時計はそんな暇すら与えてはくれない。3人はアイオロスの死を悼みつつも陣馬宮へと乗り込んだ。何を。壁の下に何かあるぞ。なんだあれは。これはどうやらアイオロスの残した言葉のようだ。氷河、よかった、無事に電化地球を抜けてきたんだ。ここを訪れし少年たちよ、君たちにアテナを託す。アイオロス。アイオロスは俺たちが来ることずっと待っていてくれたんだな。いつ来るかわからない俺たちは永久に誰も訪れないかもしれないこの陣馬宮で。アイオロスの熱い思いがあのわずかな遺書から伝わってくる。アイオロス、今ここで改めて誓う。アテナは俺たちが必ず守り抜くと。この先どんなことがあっても死ぬなよ。この果てしなき星渦巻く銀河で同じ時代を分かち合って生まれてきた熱き血潮の兄弟たちよ。第10の球魔活球は問題なく突破できたかに見えたが、不意をついてカプリコーンのゴールドセインとシュラのエクスカリバーが大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。セイヤたちを先に進ませ魔活球に残ったシリュウは13年前アイオロスに致命傷を与えたというシュラとの一騎打ちに臨む。アイオロスの無念を込めシリュウは渾身のロザン昇竜派を放つ。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、自分が仕掛けた技の勢いで自分がすっ飛べ、シリュウ。ジャンピングストーン。バカな、昇竜派がまるで通用しないなんて。ほら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。
エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。あ、最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。俺の使徒を捨てて受け止めるとは、バカな。どこにこれほどの力が。シュラ、このシリュウ一人では死なん。必ずやアイオロスの無念を晴らし、お前も連れて行くぞ。なんだこの絶体絶命の時に、この男のコスモは衰えるところかさらに増大していく。このシリュウにはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。このシリュウ、老師の戒めを破ります。さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。この技はノザン交流波。カプリコーンの火も消えた。11番目の宝米球へ急がねば。このコスモは、交流波、我が対応ある老子に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと、ライブラの老子にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだ。シュラよ、セイントなら分かりきったこと、アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、このシリュウ一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せシリュウよ、アイオロスよ。シュラ、シリュウ、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なし、死ぬ。全てのコスモを燃やし尽くし、空に消えたシリュウ。聖夜たちは友の死を乗り越え、先へと進む。欧米球を守護するのは氷河の死ともいえる存在。そしてその優しさゆえ、天秤球に落ちた氷河を氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミューだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミュー。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。我が死とも言うべき神、あれが氷河を氷の棺に閉じ込めた男だな。セイヤ、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。
その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に応えよう。来い、氷河。氷河よ、お前の攻撃は私には通用しない。もはや勝負は決まった。せめてお前の死にはもう一度氷の棺を触れてやる。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。まもなく死が訪れる。おとなしく待て、氷河。まさか、うちから氷の棺を砕くと。せいや。シュン。こんな季節に、ひとひらの雪。せいや。今、氷河のコスモが僕たちにさよならを。振り返るだよ、シュン。行こう。操魚球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で絶対霊道を身につけ、お前は死である。この神湯のコスモも遥かに超え、究極のコスモセブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前はこの神湯の全てを受け継いだ。できればその力をお前の信じる道に使わせてやりたかった。お前をこの先も生かしてやりたい。だがもはやこの神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神湯、あなたは命を懸けて俺を絶対霊度まで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。いつかまた二人で、あのシベリアの氷原へ帰りましょう。ありがとう、我が神よ。そして、さようなら。漁港の前はあと一つの球を残すのみ。最後の操魚球へと至る道の途中、シュンはある決意をしていた。最後まで男らしく戦うこと。それは兄である一輝との別れ際に交わした約束でもあったのだ。さあ、最後の球、操魚球は目の前だぜ。セイヤ、君に頼みたいことがあるんだ。操魚球に着いたら君はまっすぐ教皇の間を目指してくれ。シュン、僕はどうしても一人で操魚球のゴールドセイントを倒さなければならない。なんだって。12球最後の操魚球を守るセイント、その美しさは88のセイントの中でも随一と言われるピスケスのアフロディーテ。僕をセイントに育ててくれた先生を倒した男だ。さあ、セイヤ、先に教皇のままで行ってくれ。よし、じゃあ先に行ってる。なあに、お前が来る前に教皇は片付けてるかもしれないぜ。うん。ち
ちょっと通らせてもらうぜ。アバヨピスケスのゴールドセイント、聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが関の山だ。何を、行くぞエグラッチェーン。少子な。君のような男がここまでの力を秘めていたとならば、そのアンドロメダのクロスを粉々にしてやろう。前クロドラよ、ピラニアンロース。ディ・ローズにその命を奪い尽くされ滅びる。兄さん、僕は最後まで戦ったよ。アルビオレ先生の仇も取った。紫龍、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。何？聖夜、すまないが私の力でアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ聖夜。
ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て。強子、なんだ。誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。これは一体。死ねせえよ。が。バカ。そうやすやすとアテナ神殿に乗り込まれてたまるものか。なんだ。一体どうしたんだ。まるで神が悪魔に変身したようだ。ここへ来て私の体を覆え、我がクロスよ。ジェミニ、教皇の正体はゴールドセイントの一人、ジェミニのセイントだったというのか。でもなぜ、なぜなんだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。また知る必要もない。倒した、ゴールドセイントのジェミニオ。もうすぐだ、もうすぐ沙織さんのアテナの命を救える。バカ、ダグレの拘束拳を数発当てただけで私を倒したなどと思うのは甘いぞ。今度こそ息の根を止めてやる。死ねせよ。何？俺のコスモよ、アテナよ。なに、これは。ペガサス、ローリングクラッシュ。ああ、ペガサスローリングクラッシュか。残念だが、お前の最後の技さえも通用しなかったようだな。強い、強すぎる。ダメだ、どうすることもできない。さあ、その首を落としてやる。覚悟はいいか。誰だ、この私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子だ、今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。あの世に行くのはお前の方が先だ。勝負の一騎。おお、幻魔剣がここまでの威力を持つと、ひよこながら褒めてやるぞ、フェニックス。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣、ギャラクシアン・エクセプロージョン。ガホ、これはガホ。これでお前をかばう者はいない。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。セイヤ、セイヤ、セイヤ。
新たな希望。今、すべての人々の新たな希望。セリア。セリア。わずかに残った俺のコスモ。セリア。消えそうな俺の命を。そうだよ、セリア。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。セリア。何？ペガサスが、また。しかもなんだ、セリアの後ろに浮かぶあのコスモ。ペガサス。ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる。友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を出す。ついにジェミニのサガ、諸悪の根源を倒したぞ。また俺は死ねない。アテナの盾を、サオリさんの方角にかざすまでは。神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。
サンクチュアリの増強に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。まだ彼らの戦いは終わっていません。アテナのセイントたち、今度は私があなたたちを救う番です。時計の炎は消えた。アテナは死んだのだ。もはや私に恐れるものはない。お待ちなさい。何？サガ、もはやあなたの敗北は明らかです。あなたもセイントならば自らの非を認めなさい。お前たちまで、なぜだ。俺たちの命がまさに燃え尽きようとした時、アテナが再び俺たちの命の炎を燃え上がらせてくれた。セイヤ、セイヤ、聞こえるか。よくやったぞセイヤ。アテナは完全に蘇った。友達、そのコスが俺を呼んでいる。まだ邪悪は断たれていない。そうだよな、みんな。この世界を救えるのは真に力のある者だけど、さあ来るがいい、せいよ。そしてアテナよ、もう一度だけ俺に力を貸してくれ。俺のコスモよ、セブンセイシスよ、今こそ究極まで燃え上がれ。サガよ、お前の最後だ。ペガサス、ステイステーション。私が受けねばならない戦いです。アテナ、私にできる食材の手段は
この程度しか。サガ、このサガを許されるのであれば、正義のために生きたかった。サガの心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですが、結局この戦いで誰よりも苦しんでいたのはサガだったのかもしれません。善と悪の狭間で。サガ、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかしあなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、セイヤ。シリュウ、ヒョウガ、シュン、そしてセイヤ。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。